カンボジア北西部のシェムリアップに位置する世界遺産、アンコールワット。アンコールワットはカンボジア王朝の象徴としてスーリャ・バルマン2世によって建てられたヒンドゥー教最大の寺院で、シンメトリーに作られた神聖な遺跡は数百年を経た今なお神秘的な美しさを誇ります。生き生きとした躍動感あふれる緻密なレリーフが施され、クメール美術の最高傑作と謳われる美しさはまさに天空の芸術と称されています。エメラルドグリーンの海水、海にそびえる熱帯雨林と石灰岩からなる無数の島々で知られるベトナム北東部に位置する湾、ハロン湾。4万3000ヘクタールにもわたる広大なエリアに大小3000もの奇岩、島々がそそり立つ神秘的な景観など、その美しさは水墨画に似ていることから海の競輪とも呼ばれています。ハはベトナム語で降りる、ロンは竜で、ハロンは空飛ぶ竜が降り立った場所という意味があり、竜が敵を撃退した時に石灰岩の山が砕かれ、竜の足跡は深い谷となって海中に沈んだという交流伝説が今でも語り継がれています。フィリピン中部のビサヤ諸島にあり、南北に225km にわたって伸びる細長くて大きな島、セブ島。日本からも直行便で5時間ほどでアクセスも良く、フィリピン屈指の人気観光地になっています。国際色豊かなセブ市からマクタン島の白い砂のビーチ、紺碧の川山滝、オスロブのジンベエザメまで、心地よいアジアンリゾートをたっぷり堪能することができます。世界のベストビーチにも選ばれるほど透明度が高い海が広がるフィリピン屈指の隠れ家リゾート、ボラカイ島。純白の砂浜が全長4km にわたり続くホワイトビーチをはじめ、小さな島ながら美しいビーチをたくさん有しています。ビーチ沿いにはおしゃれなカフェやレストラン、バー、雑貨屋さんなどが立ち並び、さざ波の音を聞き、青く輝く海を眺めながら時間を忘れてのんびりとしたバカンスライフを過ごすことができます。世界最大の群島国であるインドネシアでも特に有名なリゾート、バリ島。青く輝く美しいインド洋と神秘の渓谷に囲まれた大自然のコントラスト、バリ島の人々が信仰するバリ・ヒンドゥー教の精神と独自の文化が根付き、バリ人の伝統的な儀礼やバリ文化と豊かな自然や景観との調和を生み出しています。また、数々の伝統的な寺院や世界遺産もリゾート内に点在しており、何度も足を運ぶ理由となっています。熱帯のビーチ、エキゾチックな雰囲気、フレンドリーな地元の人々など、神々の島は常に人々の心を捉えて、話しません。マレーシア、マレー半島西海岸のアンダマン海に浮かぶ島、
ランカウイ島。紺碧のアンダマン海に浮かぶ太古の森とエメラルドの海に囲まれた島で、太古からの森を持つことから、マレーシアでは数多くの伝説が語り継がれている伝説の島とされ、2007年には東南アジアで初めてユネスコの地質遺産に指定されました。マングローブ林では豊かな生態系が育まれ、大空には優雅に舞うワシ、また島沿岸部には世界有数のラグジュアリーなホテルが建ち、贅沢なリゾートステイを約束してくれます。華やかな大都会のにぎわいと厳かな仏教文化が息づき、古今の歴史と文化が見事に調和した都市バンコク。1782年ラーマ一世によってこの地へ遷都されて以来、タイの政治、経済、教育、文化の中心であり続け、近年ではさらに東南アジアのハブと称される先進的な国際都市へと成長しています。ベトナム南部メコン川の支流、サイゴン川西岸に位置するベトナム最大の商業都市ホーチミン。フランス統治下時代に建てられたコロニアル様式建築物とアジアの街並みが融合した独特の雰囲気が魅力の街で、サイゴンシティの愛称でも親しまれています。フィリピン、パラワン島北西部にある地上最後の秘境と言われている楽園エルニド。17世紀にこの地を訪れたスペイン人がこのただならぬ美しさに圧倒され、何もせずに立ち去ったというのはこの地に語り継がれる有名な話です。エメラルドグリーンやコバルトブルーに輝く海はフィリピンの7000以上ある島々の中でも、その透明度、美しさはフィリピン随一です。500メートル級の岩山と紺碧の海、白砂のビーチ、ココナッツ林と熱帯雨林が混在するその景観は人々の心を捉えて離しません。ラオスのルアンパバーン市街から南に約29キロメートルにある3層からなる滝、クアンシーの滝。緑豊かな森林の中にあるクアンシーの滝は、上流の大滝から下流に向かって階段状に滝の層が形成されていて、エメラルドグリーンに輝く水が美しい景観を作り上げています。ルアンパバーンを訪れる旅行客の定番のレジャースポットとして人気があり、滝壺では飛び込みをしたり泳いだりして水遊びを楽しむことができます。フィリピンのセブ本島とレイテ島にちょうど挟まれる位置にあるボホール島、そのほぼ中心にあるのがチョコレートヒルズ。高さ30メートルほどの円錐形の丘が1000個以上も連なる、その不思議な風景で有名です。乾季になると草が枯れ、茶色の丘へと変化し、それがまるでチョコレートのように見えることから、チョコレートヒルズという名前が付けられています。マリーナ湾に面した広大なエンターテイメント複合施設内にある高級ホテル、マリーナベイサンズ。ビルの上のサンズスカイパークという船の形をした建造物が印象的で、シンガポールが世界に誇る
5つ星のホテルです。マリーナベイサンズの最大の魅力は世界最大の屋上プールであるインフィニティプール。地上200メートルにもなるような高所に設置されたプールから眺める景色はまさに絶景という名にふさわしい景観が広がります。シンガポール中央の埋め立て地に作られた101ヘクタールほどの広さの国立公園、ガーデンバイザベイ。ガーデンバイザベイには南極大陸を除くすべての大陸から2200種、50万本の植物が展示されています。クラウドフォレストとフラワードームの霊室をはじめ、近未来的な11本のスーパーツリーとスカイウェイ、屋外の趣向を凝らしたガーデンやパビリオン、光と音楽のショー、サテーを中心に展開するフードコートなど見どころがたくさんあるのが特徴です。ベトナム中部の都市ダナンの南方30キロ、トゥボン川の河口に位置する古い港町ホイアン。ホイアンは華僑の文化が色濃く残り、有名な来園橋などがある旧市街は古い町並みとして世界遺産にも登録されています。毎月行われるランタン祭りでは、夜の街にランタンの明かりが揺らめき、幻想的でノスタルジックな景観が街全体に広がります。ルアンパバンはラオスの北部に位置する古都で、ユネスコの世界遺産にも登録されています。この街はメコン川の両岸に広がり、古くからの仏教寺院やフランス植民地時代の建築が混在する風景が特徴です。早朝、オレンジ色の僧侶のローブをまとった多くの僧侶が続々と街を歩き、托鉢を行う光景は非常に印象的です。ルアンパバンの夜市は手工芸品や伝統的な商品を手に入れることができる人気のスポットとなっており、地元の料理も堪能することができます。タイ・バンコクの北側80キロメートル、苔むした仏塔のチェディ、悠然と横たわる涅槃像、素晴らしい建築美を誇る歴代王の離宮、かつて栄華を極めたことの壮大な歴史が眠る遺跡の町アユタヤ。タイの歴史上最大の王朝の都であったアユタヤには歴史的価値の高い数々の遺跡が残されており、バンコクから日帰り可能という立地もあって、タイを代表する観光名所の一つとなっています。インドネシアのジャワ島中部、世界最大にして最古の仏教遺跡であり世界遺産にも登録されている遺跡、ボロブドゥール遺跡。8世紀後半から9世紀前半にかけて建立されたと言われており、仏教の世界観を体現した壮大なスケールの石像建築は多くの謎を秘めつつ、かつてこの地に花開いた高度な文明の存在を静かに伝えています。ベトナム中部にあるビーチリゾートとして人気のダナン。ビーチリゾートには近年次々とラグジュアリーなリゾートがオープンしているほか、情緒豊かな古都プエやホイアンでのぶらり散歩など、ベトナム中部ならではの文化に触れることもできます。それぞれのリゾートホテルごとに異なった特色があり、手軽に気軽に楽しめるカジュアルリゾートから、豪華でおしゃれなデザインやプライベート感あふれるプールヴィラなど、非日常を感じられるラグジュアリーリゾートまで、
幅広いリゾート需要に応えてくれるビーチリゾートです。バンコクで人気上昇中のナイトマーケットがタラートロットファイラチャター。屋台がひしめき合い、夜の闇に色とりどりのテントがカラフルに浮かぶ前景はまさに圧巻。まるで宝石のように輝いて見える感動的な色と光の景色を見ることができます。食べ歩きが楽しいフードエリア、華やかなバーエリア、ファッション・雑貨エリアなどに分かれ、掘り出し物からお土産まで現地ならではの買い物が楽しめます。12世紀後半にジャヤーバルマン7世により建築された城塞都市アンコールトム。アンコールトムは城塞都市の遺跡であるため、さまざまな建築が点在していますが、代表的なものが中央部に位置しているバイオン寺院。塔の四面に彫られた人面像はクメールの微笑みと呼ばれ、大きな見どころとなっています。タイ南部のアンダマン海に面するタイ最大の島で、世界有数のリゾート地として知られるプーケット。プーケットの魅力は何と言っても海岸沿いに広がるビーチの美しさ。目の前に広がるのはアンダマンの真珠と称されるほどの紺碧の海と白い砂浜です。海岸線には亜熱帯の豊かな自然に調和する形でデザインされた高級リゾートが軒を連ね、ダイナミックな自然を満喫しながら洗練されたサービスを受けることができます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。